老子道徳教。道徳教は71章です。後ほど一章ずつ読んでいきましょう。まずですね、いつも最近始めました。私、このお寺の持っている墨跡の整理を兼ねて、掛け軸を数本ずつ、皆さんの前で、風通しも兼ねてですね、出ますが、あんまり湿ったところありますと、カビというか、シミがちょん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 出てきますね。今日は無問浪士、当分続けます。皆さんの、お手持ちお配りしました。まあ、父親がその弟子入りしましたし、私も弟子入りしましたので、まあ、縁のある時に、入手したというか、いただいたものです。なかなかだるまさん、無問浪士、書こうとしませんでした。気合が入らないとね。私も今、もう6月から、八王子の弟子が、師匠、だるま書いてくださいと。畳一枚ぐらいの紙送ってきたので、これどないして私絵描きでもないのに描くんやと思いましたが、こういう、無音浪士のだるまさんのもう顔がありますね。こう頭巾かぶってますし、そのまま、だけどまあ、ひげぼうぼうという感じがあります。わし鼻ですね、無音浪士。結構白隠さんのこうイメージもあって、だけど白隠さんは尖ってない。無音浪士は尖ってて、いかにも西洋人らしいイメージがします。薄墨で描かれて、後ほど濃いもので画家と描かれて、でそれで、私は薄墨のこう右でしたら、薄墨のひげの上にちょっとまた筆をこうばらしてですね、そして、シャー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 と細い線入れます。時々この額の上に一本の線があるでしょう。ある時ですね、だるま描いたやつをですね、忘れたから、それを持ってこいと言われましてですね。で、まだ、もちろん表具なんかしてません。何のことかな、どうか間違いがあったのかなと思いましたら、これ一本線を忘れてたというですね。まあ、結構こだわったところもあるでしょうか。直視妊娠顕彰成仏。もう、こいつだというのを無問浪士はですね、私に、示してくれました。こいつがわからんかという感じですね。釈迦弥勒はなおこれたがぬしばらく言えたはこれあたそう。もうこればっかりの、妙心寺の生活でしたが、お釈迦さんや弥勒菩薩よりももっと素晴らしい先生がいらっしゃる。そいつは誰かと。まあ、無音浪士は、こいつだということを、まあ、示してくれましたが、まあ、皆さんも、こいつというのは、皆さんお持ちでしょう。そのこいつというのは、分かれば、無言の人の言葉で思い出しますと、通電する、天、雷みたいな、天と私がですね、ビターッとですね、断絶して、こう、電線が切れてるような感じで、天の気力、思いといいますか、パワー、そういうものが断線してしまって、自分につながっていない。ところがこいつじゃと分かったら、これはもう通電する。バーン、ショートするみたいな。そうすると天が私。私が仏、私が神。天地いっぱいが私。まあそういうところに行くんでしょう。まあそういう気持ちも、分からなくても自己暗示してください。自分というもの。まあ、座禅を我々しておりますから、まあ、座禅をして、
途中で諦める人が多いです。まあ、ほとんど多いですね。というのは足が痛い、忙しい、まあ、いろんな事情があるでしょうけど、足が痛くても椅子で座れますし、正座もできなくても椅子で座ったり、要するに、ちょっとしばらく、上旅、しばらく立ち止まって、生活の一生の中で静かな時間を持つということ。まあ私なりのあれはいつも言うニュートラル。ニュートラルというところを自覚する。それでまた目が覚めたら振り回される。まあそういう、生活にですね。だけどいつもニュートラルになっていく。まあそこがですね、私の言葉は、ああ、ええなと。ここはですね、ええなと思わん限りですね、続きません。だから皆さんが、こうしてきちっと、時間ある時に来て、一緒に座って、いくのは、あ、これはええなというところをお持ちだから、まあ、社会説法したところで意味はないんでしょうけども。まあ、私は一人でも多くの人がですね、静かに立ち止まって、いつも言う、正しいというのは、位置を変えて止まる。立ち止まって、すーっと何も思わぬ仏の稽古なり。そういうところをですね、しみじみ味わっていただいたら、まあ最近いろいろ、そういう座禅という、禅という言葉を使わずに、マインドフルネスとかですね、実はメディテーションみたいなイメージで、YouTube も結構いい YouTube を紹介してくれてます。精神世界で。こう感謝の心の、YouTube とかですね。何か、スティーブ・ジョブスなんか、こう、そういうアメリカの実業家たちも、それを取り入れているとかですね。まあ、以前は禅禅と言われましたが、そういう表現よりかは、まあ、そういう、自分の自己暗示。自己暗示から天地いっぱい。自他不二という、まあ、禅語で言うたら そうでしょうか。そういうことです。無門浪士、まあ私はもう親父みたいな、じいさんみたいなもんですが、私は38歳の12月24日、今の住職とですね、粘土細工してました。ちょうどその日は、亀岡で。で、12月24日で、今日は何日だったかなと。偶然12月24日、やったんですね。まあ枕業も霊運行きましたし、その10年後父親がまた他界しましたですね。そういう形で。まあ順番に、今生きていらっしゃったら、ジャスト1900年のお生まれですから、7月16日、ちょうどこの前の、一月ほど前の祇園祭の宵々山です。いつも7月16日は、まあ、信者さんたちも、来られたり、有馬温泉連れて行ってもらったり、いろんないい思い出の7月16日です。まあ、師匠がいなければ、その金魚の糞の弟子はですね、いいものを食べさせてもらって、いい思いをさせていただいた、時がありました。ありがたい、経験をさせていただきました。道後は大質。体質無門。ここでは書き入れてみましょうね。ここを落下目で見てください。体質無門ってありますね。自分で書きません。右の方は消防残暑って書いてます。消防残暑ですが、4年間だけ、4年任期。首相みたいなのが4年任期で、いつも言いますように、その消防残暑って書いてあったら、あ、ちょうど、私は30歳の頃、29、30の時の、このハンコを私は持ち歩いてましたですね。消防残暑の。で、これはずっと前です。だからもうちょっと若い時ですね。まあそういう、口の書き方なんかも、髭の書き方も、もう白隠の影響、まあ、白隠さんのだるま見てたら、全くそれで、私もその真似をさせてもらってます。
まあ、そういうことで、直視認識。まあ、ちょっと読みましょうか。北信楽郡、稲部というところですが、これ、部説って書いてますが、これもインターネットではパッとこう、コピーして貼り付けたんですが、今の豊田市、私、稲部行きました。山田久次郎さんという弟さんがいらっしゃって、その後ついでいらっしゃったですね。そのお孫さんもいらっしゃった。だから、まあ、甥っ子ですね。無言浪士の甥っ子もいらっしゃったです。若い時は書いてません。ここ1925年から書いてあるでしょ。1919年ぐらい、20年ぐらいの、まあ、要するに、結核にかかって、静岡の根治院で、琵琶の葉で、治すまで、そして琵琶の葉で治してもらったので、その臨済宗妙心寺派の根治院で、根治院とか根治院と思います。で、その和尚さんが亡くなった時の追悼文とか、いろいろ、久次郎さんから資料をもらって、私もコピーさせてもらいました。ということで、方位、意味名は、祖系ってありますね。祖系って書いてました。若い時は。後に無門。失業は通船道。通船言ったら、天皇の皇居のことじゃないですか。だから皇居というかどういうことかなと。だから正説浪士が、あるいは赤穀浪士の印鑑をもらった時に、道後をもらって、質号をもらった時に、多分、これは後からもらったと思います。印鑑をもらった時に通船道じゃなくて私の想像ですが、お前さんは妙心寺へ呼ばれて、霊運院というところへ住職になるんだなと。で、妙心寺は花園天皇の離宮だったから、足利尊氏の天龍寺で修行しましたからね。で、泉州は稲葉新田浪士と一緒に、あるいは、言いましたが、華厳宗の清水幸祥さんとかですね。当時立派な方々、松島の加藤隆法浪士とかですね。昭和初期、正説浪士のもとで、天龍寺がもういっぱいになるぐらいに多くの方が修行されたんでしょう。そのうちに、無門浪士は、在家のでです。もちろん在家ですが、まあ、住職になる気はなかったみたいです。で、だけど何か縁があって、1925年に、今の臨済宗大学、花園大学卒業して、まだ大学じゃないんですね。で、29年、私は1950年に生まれましたからね、まだまだ先ですね。父親は1925年に生まれてます。で、29年、専門道場行った。で、そして、まあ、妙心寺も行かれたようですね。で、天龍寺しか知りませんでしたが、専門道場で、赤星説に参じ、後司法するとありますが、まあ、私は、こう、身内みたいなもんで、赤星説浪士が許したのは、後の今の、前の赤穀を浪士ですね。に、印鑑を与えて、稲葉新田にも、無門浪士にも印鑑を与えてない。というように聞いておりましたが、まあ、赤星説浪士がご高齢なのか、兄弟子というか、赤穀を浪士から司法したような感じがあります。印山系です。白隠会鶴禅師、画山寺東禅師、印山異端禅師、下山禅大禅師、下山禅大滴水義木禅師、滴水義木禅師、良縁現石禅師、清雪玄奘禅師、太子寸門禅師。まあそういうなんか、帝大伝法で、昔、毎日言わされてましたが、印山異端。まあ、我々は今、師匠が、あと、私が、御運慶老師の縁をいただきましたから、宅住古銭、良縁原石、清雪、良縁古銭、
上中如流、万寿五劫、同衛通称と。まあ、そういうところで、積生節露死難事で、要するに49年、私が生まれる1年前に学長になってるんですね。で、私は、途中で編入したのが77年です。1977年3回生に花園大学に入った。というのは、私は出家する言うて、親父にダダこねて、もう医者嫌やって、医学部中退する言ってですね、怒られましたけど、1年ぐらい断絶したのを父親も期待したんでしょうけどね。で、無言浪士やわせ、昇進いたしまして、まあ、そしたら、すぐに総大よりもまず大学入っとけよ言われて、卒業しとけよ言われて、3回生で入ったのが1977年です。77年に入って、ちょうど無門浪士78年、一緒に参禅も学生時代もしました。霊運住職。まだそこに無門浪士に就こうとは思いませんでしたが、78年の時に私は得度しました。またその資料も出てくると思いますが、天心講徳という名前を付けてもらったんですね。で、それで、53年、専門道場、死刑。私は、生まれてから3年後に死刑になってですね。で、そして、研究所の、全部が研究所、財団法人の。そして78年、館長になった。だから、78、79、80と、私は79年と80年と2年おったんですね。花園、じゃあ、明眞寺の館長。で、81、82はまた違う。次は私の後輩がしましたが、で、82年、退任、霊運に重視。で、88年、私は38歳、お亡くなりになったということですね。この後ずっとですね、言えるも30歩、言えざるも30歩とか、無事これ帰任とかですね、南無釈迦牟尼仏とか、南無観世音菩薩とか、大いなるものに抱かれあることを、今朝吹く風の涼しさに知るとか、まあ、宝剣在手でしょうかね。若年不動とか、まあ、いろいろこうあるもん、こう引っ張り出して、記録として残しておきました。こう順番に見ていただいて、まあ、無音浪士の皆さんは孫弟子ですので、私の弟子ですから、まあ、こういうのをしっかりですね、目に焼き付けといて、これは無音浪士の字やなと、分かっていただいたらいいと思います。時々偽物も出てきますが、これちょっと違うなと思うのは、やっぱりこう、ずっと見てくると分かりますね。まあそういうことで、直視妊娠。ちょっとですね、これ、臨済録、上巻。私ちょっと、文文老師のところを読みましょうかね。衆に示して曰く、今時仏法をこする者はしばらく心象の見解を求めんことを要す。もし心象の見解を得ば、生死、生死に染まらず、枯寿、生き返りですね、去ったり、自由なり、殊勝をことさらなことをですね、ええことを求めんと要せざれども、殊勝おのずから至る、ええことがいっぱいやってくると。道る皆さん、ただ古の先徳のごときんば、皆人を出す体の道あり、皆人を指導していく力があった。三蔵が人に指示するところのごときは、私が皆さんに、示したいのは、ただ汝が任惑を受けざらんことを要す。ただ人に騙されんなよと、あるいは自分の分別で振り回されんなよと。持ちんと要せはすなわち持ちいよ。さらに疑義、知義することなかれ。まあ、
自由自在に使いこなしてくれよと。なんかこう分別を持ったり疑ったり、そういうことはしたあかんと。如今学者の得ざるところは病、何のところにかある。なぜこれを読もうとしたら病というところを言っております。これはですね、詩集という臨済力の上巻の集に示しという弟子たちの前で喋った、まあ、記録ですね。病というやつ。病気の病です。不自身のところにあり。お前の欠点は、お前さんたちの欠点はというのは病気じゃないですね。欠点。ちょっと、足らんところは自分自身を信じない。自分というものを信じないで、右往左往、あちらこちらに探し求めようとする。不自身。自信がないという、自信を持たないところにあるんだと。汝もし自身不遇ならば、もしお前さんたちが、自信がなかったならば、すなわち棒棒時に一切の教に従って転じて、他の万教に移管せられて自由を得ず。お前さんたち自分というものに主人公を持っておなかったら、あちらこちら、ぼうぼうじ、あちらこちらに一切、もう点々として、あらゆるところに行っては、コロ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 、右往左往して、ね、そしていろんな環境に振り回されて、自由を奪われてしまうぞと。せっかくの主体性のある主人公が、消えてしまってるぞと。汝もしよく念々ちぐの心を脱得せば、すなわち粗物と別ならず、お前さんたち、皆さんたち、今求めようとする心をもう求めない。静かに自分というものをしっかり見つめる。そしてこいつを主人公、ね、として、そういう、境涯になれば、何時も死ぬの、すなわち粗物と別ならず、汝もしよく念々ちぐの心を結得せば、すなわち粗物と別ならず、仏と全く同じだと、その何も思わない主人公、主体性、自信、そういうところを持ち合わせてたら、そこが仏、お前さんがの仏だと。汝粗物を知らんと欲するを得るやと。お前さんたち、ね、見性成仏。ね、成仏したいんだろうと。成仏したのに仏ってないんで分からんのかと、ね。知らんと欲するを得るや。ただ汝、面前眺望亭これなり。ただ、お前さん仏ってどこにいらっしゃるか言ったら、目の前に聞いたり、聞いているこいつ。が仏だと。学人心不遇にして、修行者たちは、ね、学ぶ人って書いてました。修行者たちは、自分は信じられないから、あちらこちら本見たりですね、人の話聞いたり、なんか難しい修行したりですね、心不遇にして、すなわち外に向かってちぐす。すなわち外に向かって、分別に向かって、縁に向かってあちらこちら、ごちそうさまの地位です。求める。あちらこちら、走り回る。たとえ求め得るものも、皆これ文字の焦燥のみ。あ、わかったと言っても、この本を読んでわかっただけで、人の話を聞いてわかっただけのもとで、ついに他の活添いを得ず、ついに結局は、その仏祖の、心、仏祖の生きてる仏祖、に出会うことはできないんだ。ただ文字面、あるいは頭で考えた分別心。そういうところで、あ、わかったと言うなよと。謝ることなかれ、諸前徳、皆さん方、この時会わずんば、万号戦書、三概に輪廻し、公共に従って、撤し去って、ロゴの受理に生前。まあ、読み下しがちょっと、聞いてもわからんと思いますが、皆さん、今、ここで、
わしの前で、そう、私の姿を見て、わしの声を聞いとるやと。ね。その今こそ、生まれ変わり、死に変わり、何万年もね、生まれ変わって、千回も生まれ変わっても、万号千生、三界に輪廻し、ね、四界、四季界、無四季界、あらゆる世界に生まれ変わり、死に変わりしてきても、好奇に従って徹し去って、ロゴの頭に昇然。ね。まあ、縁にあるところで、犬に生まれ変わってきたり、牛に生まれたり、ミミズに生まれ変わってきたり、セミになったり、狐になったり、まあ人間になったり、いろんな形で生まれ変わってくるのは世の中の道理ですが、結局は仏という自覚ができる、こいつという自覚ができる時は今しかないんだと。もう他に生まれ変わってきたら、ただ生きていくだけで、子供育てるだけで、それで終わりやと。ね。そういう生き方が、まあ悪いとは私は思いませんが、せっかく天と通電する電気がですね、ピカーッと光が、電気がつながって、私の電球の玉がパーッとこう光るわけですね。これ電線がって言ってたら、電気が通らなかったら、ずっと真っ暗いままですね。ドール、皆さん、三蔵が賢者に訳すれば、釈迦と別ならず、私大好きな言葉ですね。もうわしの見方からすれば、お前さんたちはお釈迦さんと別ならない。他ならない。今日、他藩の遊女、何をか決勝する。今、お前さんたちが聞いたり見たり、立ったり座ったりしている。それは、どこが欠けてるんやと。お釈迦さんと全く同じじゃないか。六道の信仰、六道の、まあ、神の光ってありますが、未だかつて完結せず、この、生まれ変わり死に変わりしてるんだけども、今私たちは、これはまあ弟子の前に言ってますから、弟子に言うてるのは、この見たり聞いたりするのは、見たくて見てるわけで、聞きたくて聞いたわけじゃない。そのまま見える、聞こえる。で、風が吹く。みんなわかるわけですね。それは何の不足もないんだ。もしよく、核のごとく、見得せば、ただこれ、一生無事の人なり。無事これ、帰任というのは、一生無事。ああ、ですね。もう完璧。もうピカーッと光っている。もう、天からの電気が、もう私につながってピカーッとですね。この電気が光っているような感じですね。そういうことが無事これ帰任ということで、まあそれを、まあ、念頭において、まあ、この71章読みましょう。71章、まず読み下し文、今日は短いですね。知りて知らざるとするは上なり、知らずして知るとするは平なり、病なり。それ、ただ病を病とす。ここをもって病あらず。聖人は病あらず。その病を、病とするをもって、これをも、ここをもって病あらず。なんか、この漢文見てください。ね、地、不治、病。不治、地、病。ね。聖人不病。まあ、これわかる。いい、気、病、病。ね、難しいですね、漢文って。ね、是、意、不病ですね。これが学者はですね、日本人として分かるように、知りて知らずとするは上なり。不知は、不知を知るのは素晴らしい。知りて知らず。まず最初に詩が来るんですね。まあ漢文ね、こう見てたら、同じようなイメージですね。地、不知、上。不知、地、病。まず現代文読みましょう。知りて知らずとするは分かったと思うなって書いてあります。自分でよく分かっていても、まだ十分に分かっていないと考えているのが最も良いことである。不知の知。知らないという知り方。あるいは無知の知。これも、知らないという知り方。無知というのは、知識がないということですね。全然知らない。だけど、不知というのは、
私はそれは分かりません。ちょっとイメージ違うんですよね。不知と無知と。無知の方が愚かなんでしょうかね。知識が欠乏しているのが無知でしょうか。ソクラテスがなんかそういう弁法を使ってますね。汝自身を知れと。こいつじゃという、が主人公というところですね。で、この不知の知。我々、粛清眼。衆生無縁誓願度。これはいいことですね。もう一度読み直しましょう。自分でよく分かっていても、まだ十分に分かっていないと考えているのが最も良いことである。衆生無縁誓願度、煩悩無尽誓願談、法門無量誓願学、法門無量誓願学。まさに私はこの法、この誓願、粛の誓願というのは、これがですね、入門であり、一番目標とする生き方です。仏教者として。みんな仲良く、みんな平和に生きていこう。煩悩はだらけですよ。生きている限りはですね、いろんな欲望だらけです。その欲望はうまいことコントロールしていきましょう。煩悩無尽誓願だ。煩悩は無尽だと。法門無量誓願だ。だけど、わからんことがいっぱいやと。最も良いことである。まだ十分に分かっていないと考えているのが最も良いことである。法門無量誓願です。で、仏道無上誓願状。座禅したり、朝起きて、夜寝て、ね、暑い寒い打って、ね、腹減った、うまい、まずいと言いながら人生を送るのは、これはいいですね。分かってないくせによく分かっていると考えているのが人としての短所である。そういうところありますね。そもそも自分の短所を短所として自覚するからこそ短所もなくなるのだと。ここをもって病あらずと。ここはよくですね、吟味していただいたら、別に仏教でも道教でも何でもないです。自分の人生の生き方ですね。世の中はもう、今 YouTube を見たら、もう偉い人がいっぱいです。おもろい人がいっぱいです。よう知ってる人がいっぱいですね。それ全部知ることはできません。だけど関心があるのは、謙虚に、料理の仕方、あるいはそういういろんな、哲学のそういう言葉、いろんな、何でも、気が向いたら、どうぞ、いい時代ですから、皆さん、スマホを持っていらっしゃると思いますので、私は勧めます。で、いい音楽も聞かれる時代ですから、別にレコード買うんでもですね、CD 買うんでもいい時代になりましたし、本当に時代だなと思いますね。そもそも自分の短所を短所として自覚する。そうすると、それは短所じゃないんだと。謙虚にやったらいいんですね。何卒ご指導のほどよろしくお願いいたしますと。それでいいです。何も恥も何もないですね。と知ってるような顔するからちょっと、顔を赤めたり、青くなったり、ね、なんかムカついたり、こうしてる人がいますね。そうじゃない。成人に短所がないのは、成人に短所がないらしい。ね、成人不病ってありますね。短所、病、不自身にありってありですよ。病、短所というのは、お前たちの短所は自分を信じないからだと。さっき臨済録言いました。病は、不自身のところにありと。自信を持てと。さあ、そういうことで、彼がその短所を短所として自覚しているからで、だからこそ短所がないんだ。病、不自身。ね、自信を持って、で、そして謙虚に、ね。そしてそのまま、見たまま、聞いたままは、これは真実です。これは学歴があるとか、財産があるとか、体力があるとか。そういうもんで、壁は白いとか、柱は縦にあるとか、畳はこう横に、床にあるとか、そういうのは学ばんでも分かっていることですね。これが本来の、私たちは知恵ですね。知智圓明の付き左縁という。その知恵の中で、どっぷり使ってるんやけども、時々人間社会で分からんことが出てきます。で、それは、法門無量誓願学。やっていきましょう。それでいいですね。
ちょっとコメントを言いましょうかね。分かったことは分かったとし、分からないことは分からないとする。それが合理主義の原則である。論語には知るを知るとなし、知らざるを知らずとなす。これ、知るなり。まあ、昔も、ソクラテスでさえ、孔子でさえも、老子で、老子道徳教の、主人公でですね、老子のこの言葉は、それと似ているようで、実は違っている。分かったことを分かったとはしないのである。分かったことを分かったとするような合理主義は、単純で船舶だということであろう。まあ、学者先生の言うことやからね。なるほど。もうちょっと深いことを言うてるんやなと。こう感じていただけたらと思います。現象の奥に潜む他を、道、道は日常的な知によって求められるものではない。分かったと思うことは、そう思うことによって、すでに一つの落とし穴となるのだ。だから他をが分かるというのは、これありえないんですね。もう、満ち満ちてですね。その空気の中で空気を思わない。魚が水の中で水を思わない。そういう世界で、空気から離れたらやっぱり他をが分かるんでしょうかね。うわ、他を喜ぶ。だから、本当に味気のない、価値のない、それが本当の分からないという分かり方。全然皆さん、ね、空気、私たち分かりませんね。何のことやら。だけど、もう本当に私たらしめているこの空気のおかげで、私が今ここにおるというのはですね、分かる、分からないという世界を超えているということでしょうかね。本当にはっきり分かったと言えるかどうか。その分かったように思えることを、さらに会議して吟味していく必要がある。それが知を捨てて自らを洗い上げていく過程でもある。こうしてついに他をに行き着いたときは、それが他をの体得であり、他をとの合一であるからには、もはや何が分かった、何を知ったという境涯はすっかり抜け切っている。ただこれこれ。前奏もですね。前奏もただこれこれ。分かるとか分からんという世界じゃないんですね。大円境地、ね、平等承知、明観察知、上書察知。まあ、理屈で言うたらこんな言葉はね。なぜなら、何かが分かったとか知ったとかいう限りは、それ以外の知らない、分からない世界をいつまでも残しているのであって、それでは、とうに到達したとは言えないからである。だから私が出家を志した原点は、無分別地って言ったでしょ。ハエが白壁に止まっている。それをじっと見てたら、ハエのようになって、分別を超えて、白いもも知らない。壁というのも知らない。ただ、これこれ。そういうところ、なんかこう、分かったような、素晴らしい世界を、なんか、当たり前の世界ですけどね。別に悟ったから言って、なんか、世の中ゴロッと変わったわけじゃないんですけどね。そのままで、そこら辺がどうもキーポイントのような気がします。まあそういうことですね。どうぞ、道徳教、深い、みんな仏教でもなく、儒教でもなく、他をという、ね、そういう、人の道、生き方、そこを深く示してくれているような気がします。直視妊娠。さあ、こいつというものをですね、検証成仏。こいつというものをしっかりですね、味わっていただけたらと思います。それでは今日はこれで終わりましょう。